どうも、陽次郎です。はい、3月の、27日をもって、7分の21天山中が終わってしまうというね、マジかと思いましたけども、番組のね、番組欄には、週っていう文字は出てなかったので、まあ、4月以降も、天山中続くのかなと思ったら、今日で終わりだと、マジかと思って、こんな唐突に終わってしまうのかと思いましたけども、ですが、4月3日から、7分の20計算中、シーズン3が放送決定ということでね、いやー、計算中が帰ってくるぜということでね、もう、まあ、僕も結構動画内で言ってますよ、再三ね、言ってますけども、まあ、キャラクターがね、活躍する舞台がこうやってまた戻ってくることは嬉しいですね。うん。でも、ね、計算中ね、もうちょっと見たかったけどね、正直言うと。まあ、その前のね、なんか、その、ブルーレイ発売しますよ、みたいなところでも、まあね、全1巻って書いてたから、あ、これは続かないのかなとは思ってたんですよね。まあ、実際続かなかったですね。まあ、ね、一つ、残念なのがね、やっぱり、その、運動企画にナッチがいなかったことが、ナッチが運動してる姿が見たいですね、僕は。それだけがここに残りですね。まあ、来週から、ね、計算中ということで、ね、4月3日の初回放送には、なんか、まあ、アイドルさん、まあ、神みたいな扱いでしたけども、そういう方が来るということでね、まあ、なんでしょうね、まあ、木本さん系列ですか、まあ、元 AKB の方とか、そういうね、つながりのある方が来るのかなと思いますよね。でですよ、まあ、3日の放送で、武田愛菜の復帰が4月10日ということでね、もうこれは、もう、ヒイラギの帰還ですよ。今、ね、コナン君の方も、映画に向けてね、そのヒーロー期間みたいなのタイトルで再放送してますけども、まあ、ヒイラギの期間ですね、4月10日に早速とお待たせと言ってね、帰ってくるのかなと思いますし、いや、これは本当に楽しみですね。どうやって、だから4月10日はあれじゃないですか、もう、ね、勝手に僕はヒイラギつぼみ、復帰おめでとうみたいな、そういう感じで出迎えるのかと勝手に思ってるんですけども、まあ、どうかな、まあ、その日になってみるとわからないですけども、もうね、4月10日がもう、一周飛び越してね、もう楽しみになってますね。はい。まあ、4月10日といえばね、他にも、持ってね、ほかぜちはるさんのね、もうお誕生日でもありますし、もうほかぜちはるとは名乗れないのかな、もうちはるですね、ちはるの、お誕生日ですから、まあ、まあ、その日は何かしらのね、ちはるに向けたなんか動画もそうかなと思っております。